ピオ、どうもひなピオと、どうもドリーです。ただいま深夜の12時50分。やべえ、怖いよ。こんな時にね、イブをやっていきたいと思います。怖いよ、初見だよ私。そう、ドリーちゃんは初見で、ひなピオはゲーム実況動画を見たことがある程度。お互いプレイは初なんだ。そうだね。なので、まあ、まあ交代でプレイしていきながらやろうか。やってこう。やるか。イブやってこう。ニューゲーム。うん、交互に読もうじゃん、うんうん。ギャリーさんイケメンなんだよな。そう。楽しみだ、出てくる。ギャリーさん目当て。昼下がりの灰色の空の下、はい。イブとその両親は美術館に向かっておりました。忘れ物ないわよね、イブ。そうだ、ハンカチを持ってきた。ほら、誕生日にあげたやつ。ちゃんとポケットに入れておくのよ、なくさないようにね。優しい、ママ。はい。多分、ね、すいません。そう、イブちゃんはね、喋んないから、確か。そうなんだ。そう、周りのキャラクターたちだっけ。あ、お母さん美人。綺麗。いや、赤目だ。いいね。さあ着いたわよ、イブは美術館初めてよね。突然なんかチャラ系になっちゃった。今日見に来たのはゲルテナっていう人の展覧会で、絵の他にも彫刻とかいろいろと面白い作品があるらしいが。急にニュース入ってきた。きっとイブでも楽しめると思うわ。喉が変な声。お父さんじゃん。グツグスマウしてしまうか。そうね、あとパンフレットももらいましょう。おじいさんの後ろにある絵が怖い。ちょうちんあんこみたいなポスターだから。先に見てるって。もうイブったら仕方ないわね。いい、美術館の中では静かにしてなきゃダメよ。ま、あなたなら心配ないと思うけど。他の人の迷惑にならないようにね。お、あ、動ける。お、動けるから。どこ行くんすかこれは。これは美術館を見て回りましょう。この青年は誰。一服しとこうかな。喫煙者か。他の人の迷惑にならないようにね。 お父さんは受付の人と話してる。うん、うん、こらこら、イブ。二人が怒られるから。目、そこに当たったでしょ、当たるじゃん。ああ、偉い、偉いね。こっち行けるの。うわー、なんだ、ちょうちあんこがいる。深海魚。へえ、これがよく雑誌とかに載ってるやつなのか。この作品生で見てみたかったの。作品なの。うん、やっぱり本とかで見るのと全然違うわ。雰囲気がもう、もう、ね。デブ男の声になってる。地上から見られる深海か。深海のはてな。人が立ち入ることは許されない。その世界をするため、私はキャンバスの中にその世界を覆った。難しくて読めない感じ。ああ、なるほど。イブちゃんな、小学生ぐらいかな、うん、これってセーブとかってできないんだっけ。セーブできるのかなって。これか。あー違う、おーレースのハンカチ。さっきもらったって言ってた。持ってきたって言ってたやつ。アイテムとか結構使うことなのかな。かもね、うん、これデフォルトで使ってくれんのかしら。セーブできんの。できないね、まだね。お大きな作品だね、うん、これ何、何で作ってんのこれ。な、床に床に絵の具ばらばいたんじゃない。ああ、そういうこと。なんか吸い込まれそうで怖い。怖い。怖い。てん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 。喋らんのかい。喋ろ。すごいな。語彙力。これなんだ。これ何。悪意なき。はてなはてな。漢字か。ああ、はてなになってるのは読めないんだろうね。うん、ようこそゲルテナの世界へ。本日は5分いただき誠にありがとうございます。当館では現在ワイズゲルテナ展をしております。開催かな、うん、
ケルテナ氏が生前描いた怪しくも美しい絵画たちをどうか心よくまでお楽しみくださいませ。うっしゃっしゃいいね。うっしゃっしゃ、うん、難しくて読めない、うん、こっち向こうの人たち上なんか階段あるよね、うん、行けないのまだ。あ、下から回った方がいいかもよ。下か、うん、オッケー。初見じゃない人からちょっとアドバイスをもらいながら。特に深い意味はないよ。波打ち際のはてなはてな波打ち際の波打ち際のいやー、さすがケルテナ先生だ。見れば見るほど趣深い。うんうん、ヌーの器。器何の器ですか。何これ。うん、何これ。フラスコみたいな。何の精神。何の精神、うん、何の精神だろう。お、誰。まあ綺麗。何が綺麗なんだろう。 何も置いてないけど、これ欲しいな。あ、なんか飾ってあるのかな。あ、壁に飾ったのか、うんうんうん、ここにこれにあるんじゃない、うんうん、あ、星のきらめき、うんうん、きらめきか。何のきらめき。あ、なんか宝石系が飾ってあるのかもしれない、うんうんうん、本当素晴らしい絵。こんなのどうやったら描けるのかしら。努力しろ。個性なき万人。首なんか。あ、何これ。うん、何、人がいる。咳をする男。咳をする男。のび太くん。全裸ののび太くんの絵みたい。うわ、なんか男の子。うん、あの落ちてるの撮りたい。ダメだと思う。え、なんで落ちてるのいいんじゃないの。キャッチ。クソが。え、これもうなんか選択肢、うん、怒られちゃうよ。ちまーにゃー。両方聞けるんだ。うんうん、何、バラ。バラだね。これちょっとした衝撃であの茎の部分折れちゃったりしないのかな。うーん、そんな、うん、もしそうなったら一体いくら弁償するんだろう。うわー、怖いなー。怖いな怖いな。細いのかな、茎の部分が。でも結構細く見えるけどね。精神の一級美しいその姿は近づきすると痛い目に。愛、愛かな。うーん、肉体しか、肉体しか咲くことはできない。うん、うん、なんて書いてあるのか知りたいね、うんうんうん、よし、見終わったね。2階行くか。2階か。2階に行くぜ。もうびっくりした。いいえ、いいえ、危ない危ない。終わっちゃうとこだった。ちょっとね、撮影とかそういうやつの影響でシフトキーダッシュかなって思って。窓の外明るい。うんうんうん、ああ、ギャリーがいいんじゃん。ああ、よくわかったね。ギャリー新聞を取る記事、うん、ギャリー後回しするわ。あ、オッケーオッケー。僕が思うにゲルテナの言う個性っていうのは表情だと思うんだよね。なるほど。だからこの象たちには頭がないんじゃないかな。頭ないんか、怖。そう思わない？頭がないと怖い。あ、確かにね。でもその頭をなくすことにより人間の個性を消すっていうのが独り言か。あ、独り言なのかい。リムちゃんは聞いてないんだ。うん、ステージ、ステージ。変なソファー、でもそれがいい。座ってみたいけど、ダメだろうな。上の作品調べてないの。あ、無個性。なるほど。なんかパフュームみたいだよね。パフューム。チョコレートディスコ。テーブルに置かれた。こっち行けるの？行く、行く。あ、うわ、後回し、後回し、なんだあの絵は。最後、最後。なんだあの絵、もう不満しかない。不安でしかない。何この絵。怖。心配。はてな。ギャリー行くか。ギャリーさん。喋らない。喋んないのかい。期待したわ、もう。おおおお。うん、な、ダイヤ。ダイヤ。なんだろう。綺麗な人だな。でも、これ、実在の人物なのかな。いや、どうだろうね。ケルテナは実在する人は本の書いてないらしいかな。へ、えー、そうなんだ。でも本当にいるみたいだよね、この女の人とかさ。すごいな。二次元に恋しそうな男だな。苦味の果実。うん、はぁ、すごいよね。こんなになんか今に飾ると良さそうだわ。うん、確かに。あ、もう素晴らしい。ケルテナ先生の才能には嫉妬し
してしまうな。ふざしてやるよ、なんか。なんか作品数少なくない？もっとなかったっけ？うん。うん。ここに入れかなって。ガルジャガードさ、ザマノーズに立てたやろ？なんて？これ調べらないの？あてなはて、読めないね。読めないんだ。確かに難しそうな作品だもん。うん、カラフルなんです。ああ、これか。美味しそうなの。口直しってくらいだから、もしかするとお菓子なのかも。口直しっていう作品？あ、へえ、なんだろう。千歳飴みたいな感じ。ああ、美味しそう。ゲルテナ氏はやはりすごい。尊敬し尽くしても足りないくらいだ。あなたが生きていれば絶対に弟子入りしていたのに。あ、もう死んでんのね、ゲルテナ。多分。あ、まあ大体死んでるわな、まあ、確かに、ね、過去の画家はこうね、認められる頃には亡くなってるよね、うんうんうん、猫だー、ママー、猫の絵がある。お前が猫だ。分かったから静かにしなさい。大きな声出しちゃダメ。悟り、なんか目のイラスト多いな、うん、これ何言うんと怖いんだけど、さあ行きましょう。もうすでに怖いよ。何の世界だ。うわー、来たじゃん、ほら、何これも。ん？ん？な、に、ちょっと待って、怖いって。BGM 消えないでくれない、ちょっと。何これ。ちょっと待って、待って、待って。誰もいない。ちょっと待って、ギャリー。ギャリーさんもいない。誰、うわ ー, あーほら、あの、待って、受付のとこちょっと触ろう。受付の。うわあ。セーブ、セーブ。セーブイコール何かあるじゃん。え、なんかドスドス言ってんね。ちょっと待って、もう、うん、帰ろう帰ろう、怖いって。うわあ、怖い。え、めちゃめちゃ怖いじゃん。うわあ、誰もいないじゃないよ。ちょっと待って、手が、ああ、心臓バクバクしてんだけど。ちょっと待って、うわって、うわー、こいつ怖い。何、くしゃみしたよ今。何、くしゃみした。え、してない、しなかった、気のせいかな。え、なんか、えっって言った気がした。え、何、どこ行けばいいの。とりあえずまた上戻るか。え、うわー、書いた。待ってくれ、待ってくれ。何が落ちたの。苦味の果実が落ちた。てよ、もう怖いよ。あ、ただの猫ちゃんの鳴き声。もうなんか慣れてんじゃん。調べよう。うん、おいでよイブ。何、あ、なんかメッセージに変わってるよ。入り口、入り口って入り口って書いてる、見える。あれ、ほら、青いの。あ、これか。うん。下の階においでよイブ。秘密の場所を教えてあげる。何よ。何よ。もう。ずっとドスドス言ってるね。なんだろう。ギャリーの足音。ああ。何もないわって。帰ろう帰ろう。ええ帰ろう帰ろう。こっち。あ、まあこっちが出口だけど。調べてみても多分。うん、うわあ、びっくりした。びっくりした、声にびっくりした。待って、もう、うん、無理、なんかある、開いてるよ。え、あ、こっから怖いわ。ちょっと待って、操作変わってください。やだ、怖いもん。ああ、でもセーブがある、セーブが。もう、BGM。確かに BGM 怖かったわ。 BGM、うん、やだ、ちょっと音量下げたいね、これ ね、 ね、怖い。出口なくなってるわ。ちょっ、おいで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 、もう無理無理無理。バラの花を取りますか。取るしかないんじゃないか、うん、バラ手に入れた。え、何、どこ、え。多分そこのドアしか入れないんじゃない。え多分動かせるよ。マジ？机。うん。うわあ！うわあ、も
う無理じゃん。あー、怖い怖い怖い。もう無理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 。もう無理。そのバラ散るときあなたは朽ち果てる。朽ち果てるかな。上。ほら鍵が落ちてるよ。やだ。笑顔の女性ですね。うん、ええー。気持ち悪い。いくよ、汚いっていうかと思った。返せ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 、なんか髪がある。バラとあなたは命の重さ知るがいい。私これ絶対一人ではできないやつだ。そうだね、一人じゃできなかったね。うわ、返せ返せ返しません。さあ鍵を使いに行こう。吐き気がする。無理。うわあ、もうわあ、雲がいる。一回戻った方がいいかも。ちょっと待って。一回。うん、あのバラの花刺さってた花瓶に一回行けといた方がいいかも。これ3って書いてあるじゃん。うんうんうん。最大が5なのね。ほうほうほう。そうだから一回。わあ、これか。おお。もうビビる、そういうの。そういう演出いい。5になってでセーブして行った方がいいかも。うん、でもね、序盤とね終盤がね、うんうんうん、なんとなく覚えてるけどね。マジか。そう、中盤をね全然覚えてないんだよ。端に注意。え、なんかいる、なんかいる。何これ。あ、虫、虫、虫、話しかけよう。ええ、あれ、え、僕あり。かわいい、かわいい。僕絵大好き。僕の絵かっこいい。アリが描いたのこれ。僕の絵見たいけどちょっと遠いとこにある。え、どういうこと。蜂の巣、蜂の巣じゃねえわ。蜂の絵、蝶々の絵、蝶々の絵。雲、雲の絵、気持ち悪い。地雷じゃん。無理無理。あー、なにこれ。プロローグ、第1章。うわー、第1章。BGM にめっちゃビビってる。最終章。うわー、何これ、うん、高校、あー、穴開いてて進めないから。え、イブちゃんよくこんなとこ一人で歩けるな。本当だよ、やばいな。端に注意だから。あー、端じゃんここ、うん、大丈夫なの。あー、あーねえ、波形が、音の波形がすごいよ。ブルブルブル、音割れしてる絶対。あほら、でも橋にいなかったからさ、大丈夫だった。これ橋いたぞ。うわーって。無理。ほら、アリの絵あった、アリの絵。うん、この絵は壁から外れそうだ。外す。うん、うんうん、ほら、セーブもあったし、うん、もう怖い。もう無理。鍵かかる。もう戻りたくないんだけど。何これ、気持ち悪。ずっと橋に注意してよ、ね、うん、えー、じゃあ、アリに話しかける。どこにいる、アリ。おい、アリ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 。あ、うん、それ僕の絵、やっぱりかっこいい。うったり。で、かわいい。こっち、うん、そう。うわあ、やだ、もうもう無理、通れない。あー、いけるんだ。あー、潰れたー。気持ち悪い。さあ、鍵。何これ、なんだ、もうな、うわー、逃げよう。うっそー、もう無理無理無理。もう無理、攻撃。あー、あ、なんか今鳴った、ガシャンガシャン言った。え、こっち行ける、行けるけど、様子見る、見なくていいか。え、え、見るの、見ても、まあ多分何もないけど。うわアリの絵に見る。多分さっきので穴開いたから落ちたんだよね。うん、ああ、なるほどね。え、合ってる？うん、アリ、アリさん、さよなら。アリ、アリ、アリ。僕の絵どうなった？怖い、ごめんなさい、踏んだ。ごめんなさい、絶対殺しに来るこれ。うん、おお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 お
おーおー、魚のくぼみ、ん魚、こっち行ける、いける、あーもうこういうの無理だって、もうわあ、ええー、びっくり、なんか動いてる、動いて、え動いた、うんうんうん、わあ動いてる、ええなんかいろいろなんか調べたいとこも、おお、なにこれ、あーなにこれ、死ぬ、死なない死なない、うわなんかいる、なにこれ、キモ、なんだ、おお、かくれんぼする、しないよかくれんぼ、誰がするって言ったんだよ、板前の腕、何かくれんぼって、何？何？あ、唐辛子？いてー、 どういうこと？ハズレだとあれかな、減るのかな？あ、バラがゼロになったら死ぬの？そうそうそう、やだえ？とても不吉な絵を見てしまった、これイブちゃん倒れてるやつ、うわー、やった、いいんだ、見つかった、景品あげる、え、何送るの、なんもないじゃんあ、これか、そうそうそう、魚、いやー怖い、もうやだ、はめれねえの、はめれないの、なんでだ、あ、頭だけだからか、尻尾はどこだろうか、あ、イヤホン取れた、ごめん、よいしょよいしょ、やっぱ右の部屋も行かんといけないな、うん、やだえ、どこに何があんの、このなんか動いてるやつをなんとかしなきゃいけない、ね、動いてるやつ触ると多分怪我する、マジ、うん、なんかどっかにないの、あれ、あ、違うわ、え、なんてアドバイスしたらいいか分かんない、あ、もう右に行ったままでいいよ、右に行ったままでいいよ、右、そう、イブちゃんが来る方向にこいつ来てるから、あーあーあーそのまま、あーもう違う違う違う、あ、面白いここ、そうそうそう、そのまま行っていいよ、うわびっくりするじゃんあ、そうか、オッケーオッケー、くぼみか、うん、もう、この辺は覚えてるわ、マジおーにゃーおうわー、ベル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 、 あ、セーブある、セーブ、つば吐くんじゃねえ、つば吐くんじゃねえ、お前大丈夫、これ多分話か、下が動いている、うん、あーダメなんだこれ調べようと思ったら忘れた頃に、なんだなんだ、もう唇注意、なんだ、盲信注意、あれ、あ、何あれ、何あれ、唇がある、危険、いや、多分話しかけて、どうなんだろう、腹減った、くやだ、やべえ、にしかねえ、やだおねえみたいな声が出た、なにこれ、めっちゃ、え、死ぬ、人形釣られてる、死ぬ、いや、多分大丈夫、うわあ、びっくりした、うわ18歳、え、18歳はぁ、緑かけるピンク赤足す黄色イコール、わからん、18が何か関係あるかな、18は何色だったっけ、赤、まあ今は無理だな、うん、他の数字わからんから、わからん、何もわからない、 え、もう一回調べよう、さっきのなんか、あ、緑だ、緑で18って書いてあった、緑で18、うん、うん、緑で18だから18かける、うんうん、その他のピンク足す黄色、他にも多分色の数字があるんだろうな、ほう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 、こういうなんか謎解き系もあるってことか、そう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 、うん、さあ、嘘つきたちの部屋、うえい、何これ、もう、うん、これはちょっと私何も手助けしないようにする、嘘やんけ石像の正面に立って、西ってどっち、西に三歩、次に南へ一歩、そこが正解、えとこの緑の人は言ってる、
石像の正面に立って東に4歩、次に北へ2歩、そこが正解。え白い服が言ってることは本当だよ。もうこういうのダメだって、もう頭が追いつくいかない。本当のこと言ってるのは緑の服だけだよ。石像の正面に立って東に2歩、次に南へ2歩、そこが正解。ん黄色の服に同意。もう知らねえっていやー怖いってえどういうこと。この人たちの中の誰かが本当のこと言ってる、誰か一人だけ本当のこと言ってる、分からんって。こんな緑でしょ、本当のこと言ってるのは緑だよって言ってる。で黄色の服に同意って言ってる。えちょっえしよう。でも嘘つきたちの部屋だからね。あそっか、そう、あ分からん。あえっ分かんないんだけどパスしますパスひなぴよにバトンタッチ。これ解説することになっちゃうよ。いいよいいよまずこう緑の人はさ、うんうんうん、こう言っててなんかこうここ正解だよって言ってて、うんうん、この人が緑の服の人が本当のこと言ってるって、うんうんうん、でまあ本当の違う嘘のことを言ってる人たちが大半なんだよね、うんうんうん、だからこの人たち大体さなんか誰かに同意してるじゃん、うんうんうん、で全く関係ないのってさ、うん、この人だけなんだよね。はあ。だから東に4歩、次に北へ2歩、そこが正解をやる、うん、え北へ、なんつった私東へ4歩ここから東へ4歩、うん、そっち東なんだ、うん、嘘北へ2歩へぇーへぇ 4黄色の4。うぅぅ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 ぅトリーちゃんにバトンタッチしました。何これ大丈夫、うん、仲間外れが一人いる。かわいそう、どんまい。うーズタボロにされてんな逃げる。あえ？え？なんで音消えたの、怖っ。いいですいいです、うん、あーびっくりした。待って、メモしとくね。緑18、うんうんうん、黄色4だよね、うんうん、18でもう一個か、うんうん、ピンクがあるはずだ。どこにあんの、どこにあんだろう。下どこだったっけ、えマジで覚えてない。え唇に話しかけるとやられるしね。うん、この部屋。あもうなんで BGM 切れるんだよ。嘘つき、嘘つき、はい、嘘つき、はい、嘘つき、はい、嘘つき。こいつやばそう、こいつ。いやーそうでもなかった下立ってるだけだった、うん、どこどこだっけ、ちょっと探すか。でもここのエリアよね。そう、多分前の部屋にはないはず。お9 9 OK 9 赤9 9赤9ね。だから緑18、緑18かける9足す、あ、そういうことか。4 166 166。ああもう開かなくていいのに開いちゃったもう。あーもう何これ、リンゴ、何これ、リンゴなってる、うんうん、リンゴなってる、リンゴの木で木に茂ったリンゴで、で、あー、うん、ん、リンゴをどうするんだろう。うわーもうやだ。分かった、唇だよ唇。あーあーびっくりした、もう無理、あげるよ。食べ物よこせ。おお、美味しい、ね。うまいこれ。お前気に入った。ここ出す。俺の口の中くぐってけ。ありがとう。なあ。何これ？ギロチン？うん。
ちょっとここ、行ってて大丈夫、ここ壁沿い。これ痛い気をか。オッケー、お疲れ様でした。あーできる。マウスがカーソルとか言った。